どうも、うぷ主です。本日は旅行9日目。ローマ市街観光に行ってきます。コロッセオ、真実の口、バチカン美術館とか、ベタな観光地をツアーで巡るぜ。それでは、ゆっくりしていってね。おはようございます。旅行、9日目がスタートしました。本日は終日、現地ツアーを予約しています。どこを観光するんだ？一番ベタな、ローマ市街観光で、コロッセオや真実の口、トレビの泉、そして最後に、バチカン美術館を見学します。今日の観光地は見たことや、行ったことある人が多いと思うぜ。ただいま、集合場所でもあるコロッセオに、徒歩で向かっています。本日の観光ルートを見てみましょう。まず、ホテルから集合場所のコロッセオに移動。コロッセオを見学した後、真実の口を見に行きます。オードリー・ヘプバーンが、手を食いちぎられるやつだな。その後は、バスで移動し、スペイン広場を見学。うぷ主はスペイン坂スタジオの方が、聞き慣れているぜ。その後は徒歩で、トレビの泉へ移動。コインを投げるぜ。パンテオンという、建物を見学し、午前の最終目的地、ナボーナ広場を見学。バチカン市国の、サンピエトロ寺院で解散し、昼食。午後からバチカン美術館をじっくり見学し、ツアーは終了、現地解散となります。地下鉄でテルミニ駅に戻り、観光終了です。ローマの休日を見たことある人にとっては、結構面白い内容だと思うぜ。うぷ主は見たことないから、サファーリだったけどな。そうこうしているうちに、コロッセオに到着です。集合場所に向かいましょう。さて、このコロッセオですが、西暦72年にベスパシアヌス帝が着工。4万人の奴隷を使い、8年後の西暦80年に完成しました。2000年も前に、こんなクソでかい建物を作るなんて、古代ローマ、パないぜ。大きさは188メートル、高さは48メートルもあり、当時は5万人の観客を収容できたそうです。試しに東京ドームとの比較ですが、大きさは220メートル、高さ56メートル、収容人数はだいたい5万人と、正確に比較はできませんが、東京ドームよりも少し小さいって感じでしょうか。うぷ主は東京ドーム、生で見たことないから、よくわからんぜ。絶賛修復中で、足場が組んであったり、修復前と後がはっきりわかりますね。ツアー参加者が全員揃いました。さすが日本人。10分前に全員が揃ったぜ。しかし、イヤホンマイクを届けてくれる、イタリア人の兄ちゃんが遅れ。結局、10分遅れのスタートだぜ。なんと、今日と明日は、日本でいう文化の日らしく、こういう遺跡や博物館系は、1ユーロで入場できるそうです。そのため、開園前から100人以上の大行列。ツアー会社側ではいつも、優先入場できるよう手配しているそうですが、
今回はコロッセオ側から、優先入場キャンセルの連絡があったそうです。さすがに100人も待てないから、ダメ元で、優先入場できないか再度聞いてみて、無理だったら諦めて、入場料返金とのこと。通常料金、12ユーロが1ユーロ。そりゃ人も集まりますね。なんと、優先入場できました。ゴーゴーゴーだぜー。ただ、気になったのが一点。普段、12ユーロの入場料が本日は1ユーロ。なら、11ユーロ返金してくれてもいいんじゃ。まあ、優先入場料ってことで。入場できたものの、すごい人の波です。無数にある柱のくぼみ、なんだと思います？なんなんだ？当時は補強のためあちらこちらに、木材などがこのくぼみに入れられていたそうです。それが今では盗まれまくり、くぼみだけが残っているだけだそうです。補強材取ってしまって、強度大丈夫なのか？設計上は大丈夫らしいので、そのまま放置しているそうです。信用していいのか不安だぜ。こちらが観客席の3階から見た眺めです。世界史の教科書や観光本で幾度となく見てきたけど、こうして目の前にするとデカさに驚愕するぜ。しかも2000年前ですからね。このコロッセオですが、当時は剣と士同士や猛獣を相手にした戦いを観衆に見せる闘技場でした。捕虜となった兵士や奴隷たちが出場。猛獣やお互いを相手に命を懸けた戦いが繰り広げられたそうです。当時のローマはパンとサーカスと揶揄されており、政治的な問題から民衆の目をそらすため、無料で小麦を配給し、演劇や闘技会を開催していたそうです。観戦は無料だったらしいぜ。自国の問題から国民の目をそらすため、他の国を悪者として教育したり、領海を主張したり、どこぞの国は2000年前の国家と同レベルだぜ。今では屋根はありませんが、当時は会場全体を覆う天幕があったそうです。観客に1日20分以上、日光が当たらない設計だったらしいぜ。1階に降りてきました。かつてはこの下に猛獣が待機していたそうです。
こちらは、コロッセオにある唯一のゴミ箱です。上から見ると、コロッセオの形を模しています。さすがイタリア、洒落てるぜ。外に出てきました。正面にあるのは、コンスタンティヌス帝の凱旋門です。バスに乗り込み、次の目的地。真実の口のある、サンタマリア・イン・コスメディン教会に向かいます。今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。